カンニングしましたはい、でテンプレートです。そのセールスレターのテンプレートです。今日はとりあえずこの流れですね、あって文章があってお申し込みみたいな流れです。一般的なで、まあ一つ目まずキャッチコピーですね。キャッチコピーありますね。一番上にこれさっき話しましたね。ライズアップの気持ちでやると。で次サブキャッチですよね。2番サブキャッチコピー、要はあの題名をこうちょっと詳しく書くパターンのやつですね。例えば、ライズアップだったら、まあ、たった30日で、10キロ痩せる方法だとしたら、その下の詳細は、たった30日でこれぐらいの肉体改造をすることによって、これぐらいの結果が得られます。やり方としてはだいたい月に、ね、4回ちゃんと来てもらってパーソナルトレーニングコーチをつけて食事制限も一緒になってやっていきますっていうのがサブキャッチですよね。ちょっと詳しく書いたパターンです。で次ですね、まあ、相手の感情ボタンを押すっていう部分で、ここで、なんていうんですかね、これいろいろな、結構大きな、いい例えなんですけど、よく大体セールスレターのこの一番最初のところって、なんですか、この商品はこんな人におすすめです、みたいなチェックボックスがあったりとかね、よくします。で、その、これいろんな使い方があるんですけども、とにかく、その、私だって思わすみたいな、そんなイメージです。あ、これ手に入れたらなんか私にメリットあるなみたいな、感情を動かすってことですね。あ、すごいすごそうみたいな、こんな人におすすめですとかそういうのが大体書いてますよね、こういうところでは。で次ですね、私はこんな感じでやってますとか、あとはこの商品のいいところは大体こんな感じですとか、まあ、サクッとした物語っていうんですかね、こう感情ボタンを押した後は、まあ、大体詳しく言うとこんな感じですよね、あとこうちょっとした経緯とかねっていうのを書いて、でその次が、敵を作る、あんたのせいじゃないよって、ね、今までは誰のせいでもなく、あんたのせいでもない、世の中のせいですとかね、あとは今まで騙してきた人のせいですとかね、義務教育が悪いとかね、そういうのを言ってこう敵を作るってことですね。あなたのせいではないっていうのを言ってあげる。価値あるコンテンツを与える。ここは結構データ的な感じですよね。なんかこういうバーターンの人はこういう場合ですとか、あとは
この場合、うん、まあ結構ビフォーアフター的な感じでも全然いいですよね。そのデータ、ああなるほどなみたいな思ってもらえるような情報とですね。で次、証拠を見せる。まあ、実際こうなりましたよ、まあ、お客様の声とかね、やっていく。ちなみにちょっとこれ今7個まで書けましたけど、あの18個まであるんで先にね言う忘れてたんですよ。えーみたいな、長みたいな言われないようにちょっとちょっと言わないとね、長ってなっちゃうから、ちょっと言っとかないと。次、ボレットですね、ボレット。これは、こんな方におすすめですとか、まあ、こんな感じが、こんな方に当てはまりますとか、過剰書き系のところですよね。そのあんたこうじゃないですかとか、あ、違うわ、間違えた、ごめんなさい、一個も、一個も、どうしちゃった。商品説明でした、商品説明。これあります、新しいの。あ、なければ。あ、この次はボレットですね。で、次10番。どういう人が手にするべきか。どういう人が手にするべきか、どういう人が手にしないべきか、ね、あ、ありがとうございます。そこは9番のボレットとはまたちょっと違う。ですね、これ結構あの、なんですかね、この一個一個の意味合いが結構広いんですよね、幅が。で、その、この認識で大体書くみたいな感じです。そのどういう人が手に入るべきと入れるべきか入れないべきかっていうのは、おすすめの人、おすすめじゃない人っていう部分、うん、というよりも、なんかそのこういう人があの手に、なんていうんですかね、こういう人が手に入れた場合こうなるとか、そういう感じですかね。あとはそのこうあなただけが知ってるよみたいな、そういうこと書くみたいな。そんなみんなに売らないみたいな、そういう感じで絞るっていうか感じです。はい、じゃ11で、あとライバルの違い、ライバルとの違いですね。まあこれは、説明しなくても分かると思います。次が、まあ、まとめですよね。まあ要はこういうことが言いたいとか、そういうまとめますと、こんな感じですみたいなね。で、次値段です。で、次が、保証する。ちょっと早いですかね、大丈夫ですか。よくね、全額返金保証とかありますよね、最近の特に。読めないって言ったら、読めない人いたら言ってください。字が汚くて読めないって。15がクロージングですね。まあ、まあボタンってことですね。申し込みボタンとか。で、ここで改めて、ここで初めて自己紹介とかですね。17が追伸。18、お客様の声。
こんな感じです。ちょっと長いですけども、長いセールスレターって大体こんな感じの流れになってます。あの概念としてはちょっとそれてるものもあるかもしれませんし、例えばちょっとかぶってる部分もあると思うんですよね。ただそのかぶってるな、このレターに合わないなと思ったら全然排除してもらって構いません。あくまでもテンプレートですから、あのよく言いますけど、僕テンプレートってあくまでも型です。型をだってね、その僕 ちっちゃい頃空手やってたんですけど、空手って型がありますよね。型があるんですけど、型 あるけど試合でそんなことしたら負けるじゃないですか。はいとか言ってね、負けるんですよ。試合ではその型を元にしてやるわけですよね。でこういうのも全部同じです。僕はね、メッセージテンプレートとかね、よく渡したり、キャッチコピーね、作ってあげたりしますけど、あくまでも型ですから、それから、試合にね、向けて自分なりにアレンジ したり、あとは他の人の真似をしたりとか、ね、そういう風にやっていきます。例えばその、ここですね、相手の感情のボタンを押すとか、かなり結構、なんていうんですか、概要ですよね。最近のキャッチコピーとか最近のレターとかって結構このここにお客様の声が入ったりします。お客様の声がこっちに来て場合もあります。結構多いですね、最近お客様の声が最初に来るパターンが。結構時代的になんていうんですかね、レビューとかね、そういうのが、ね、人の心を今揺さぶる時代ですから、まあ、時代によったり商品によったりします。なんで結構大雑把なこの流れです、このテンプレート自体は。だから組み替えたりしてやって、さっきのね、空手の話じゃないですけど、あくまでも参考としてやってほしいです。であと、大体ね、例えば、まあそんなにいきなりストレスレター書く時はないかもしれないですけども、なんか書くって時は、もうあの他のね、ブログの時とかも言いましたけども、まあ、モデリングって言ってね、競合他社とか、同じようなしてる人のことを見る、真似するのが一番早いです。よくね、セールスレター書く人で最初に何やるかっていうのがよくあるんですけども、他の人はセールスレターそのままもう写経ってやつですね、そのままこう書く、全部自分で、まあ、見て同じ文、何回も何回もやってるとそのパターンとか流れっていうのが染み込んできて、違うやつで書くときも、ああそういえばあれあんな感じの流れだったってやるって、ひたすら、真似したものを書くのをやるらしいです。コピーライターの人たち、セールスレターの人たち、まあ、それぐらいのものでもありますし、大体このパターンではあるんですけども、その商品によっても違うし、その人の流れによっても違うんで、それなんかね、Facebook でも最近ね、こういうセールスレターが多いので注意して見てみると面白いです。なるほど、逆にね、最近もう全くめっちゃ短いのとかもよくありますから。あとはね、最近ここに動画が入ってたりね、このお客様の声で動画が入ったりとか、やっぱ最初この実際物語を語るとかのところもお客様の声って言っちゃったお客様の声ですよね。だからここのところに一緒にしちゃってもいいですし、だそういう感じで使ってほしいですね。僕もあの法人さん向けの、どっちかというとエッセサロンさんとかの集客のセミナーとかもしてるんですけど、このセールスレターとかは結構ここが、こういうも YouTube の動画を5個ぐらいお客様がこうやってね、対談してるところを並べたりとかしてます。なんかお客様の声っていうのは最近すごい、もうお客様の声だけのね、レターとかもあるぐらい結構重宝されてます。それはまあ時代とかもありますので、その辺は臨機応変にやってほしいですね。で、ちょっと、ね、動画、ね、撮ってる人はあれですけども、ちょっとこれ見せますね。で同時にこのね、さっき爬虫類って言いましたけども、この顧客感情っていうのがあるわけですよ。だからその今はこの全体的なパターンを書きました。じゃあお客様の感情としては、今 これ書いてる、説明したのはこっち側の都合ですよね。どっちかっていうと、いろんなパターンがあって今までこういろんな人が研究してきた中で、これがいいんじゃないかと仮説してあるやつですよね、こっちは。今書いたやつは実際お客様の心理状況です。これは読んでる人の、まあ、これ欲しければあげますんで、別に言わなくても大丈夫です。昨日作ってきたの
今まではねメモとかしかやってなかったんですけど、昨日ちゃんとね PDF 作って、要は最初の部分ですよね。この最初の部分で俺が探してるものはここにあると感じさせてくれってね爬虫類ですよ、だから皆さん爬虫類ですから、俺のことしか考えてない爬虫類ですから、自分の思考としか。で次が、俺の感情を何度も何度も揺さぶってくれ、感情を揺さぶってほしいですよねそのあれですよね、映画の話さっきしましたけど、オープニングの方でね、いきなり結構激しい場面が最初にガーってなるじゃないですか、あれで最初ホーってなるわけ、まああんな感じですよね、感情を揺さぶって。で3個目が俺だけに話してると感じさせてくれ、俺だけしかこれ見てないみたいな、ね、感じです。で次がとにかく分かりやすいように簡単に説明してほしい。で今これここぐらいですかね、この辺ですかね、この辺来てる感じかな。で俺が欲しいものを説明してくれ、あ俺が欲しいものを聞いてくれって感じですね。なんか人って結構聞いてほしいっていうか、なんか何々欲しいってあんま言われたことないですよね、意外と。誕生日の時とか人時とかクリスマスの時ぐらいですね、彼女とかにね、なんか欲しいものあるみたいなね、そう嬉しいじゃないですかそんな感じですで次が、読み終わったら自分の問題が解決されると思わせてくれって思ってます。この辺ですね、大体、まあ、ここら辺もです。で俺が読んでて俺が得すると感じさせてくれって感じなんで、でここです、この辺です。で、お前のじゃあ経歴を教えてくれと、このね商品を買うその理由をねちゃんと説明してくれっていうことを思うん でここで、自己紹介、あ、まだ結構進んでるか、この辺ですね、もう自己紹介のところまで今進んでましたけども、そうだからこのことを語る権利はお前にあるのかっていうのを次知ってあるんですよね。まあ分かったけど、いろいろね説明分かったけど、で、次がじゃあ具体的に何をしなきゃいけないのか教えてくれで次思います。でその次に、俺の分かりやすい価値観でこの商品の価値を教えてくれって思ってます。だからこのね、あのなんだろう、クロージングのところとかでよく例えばあなたであればこういう、ニキビなんか よくあるんですけど、そのおにぎり1個分ですよみたいな、よく言うじゃないですか、あのこの値段は1日に換算すると大体120円だから、コンビニのおにぎりをね買うと同じ値段ですよと、それぐらい投資できるでしょみたいなセールスレ文句ありますよね、よくそういうことです、その次はね。だから、ですで最後は、俺はリスクを負いたくないからリスクをお前が背負えってことですね。だから返金保証とかね最後あるわけですね、この辺返金保証とか保証する、大体この感情です。で読んでるうちにあのお客さんが大体この感情になるパターンが多いっていうこのパターンです。だから僕はどっちかこのねブログとかの方はこっちがいいです、こっち見てたらいいです。今日一応コピーライティングセミナーなんでセールスレター用ですよ、こっちはどっちかというとブログ書くときこっちだとすごいいいですよ、大体みんなこんな気持ちで読んでるんで、なんかこれを見ながらブログ書くとすごいいいですよ。こういう風に思って読んでるんだなみたいなとか、あとはこの感情が大体この流れで働いてるんだなっていう風に認識すると結構簡単に書けます。でこのなんかネットとかでね、コピーライティング書き方とか検索するとざっくりの5パターンだと出てきます。今ね、これってそんなにあのネットとかに出てこないやつなんで、今日はねせっかくなんで話しましたけど、だいたいネットとか出てくるパターンのやつは